田舎の観光スポットで白人男性から話しかけられ、中学2年生の時の話。地元は田舎だが日本の由緒正しい建物が多いのでお年寄りの観光スポットだった。白人男性から話しかけられ、外国人を見るのは初めてで、なんて美少年なんだろうと思い興奮していると、彼がここに行きたいんだけど道を教えてと英語で話しかけてきて、習いたての英語で説明したがなかなか通じず、目的地まで一緒に行った。自治会長によると、彼は日本の建築に興味があり、大学の休みを利用して見物に来ていたらしい。日本女性は優しすぎる、自分の国じゃ考えられないし危ないよ。でもいろいろな国を回ったが日本が一番優しかった、汚れを知らない心がきれいな人ばかりだと絶賛していたらしい。この間実家に帰った時聞いたんだけど、その彼は日本人女性と結婚したとのこと。余談だけど、道案内し終わった後 Thank you と言ってキスされた。ちなみにファーストキスだった。大盛りかき揚げそば。主人のお気に入りエピソードのうちを一つ。今日は金曜日だね。そうだね、それがどうしたの？ランチは大好きなヌードルを食べる日だ。ヌードルいいね、俺も行くよ。お弁当を買いに行くべく会社の並びのお店の前を通ると、ちょうど出てくるフレンチガイたちが。はい、これからランチかい？うん、お弁当を買いに行くの。あー美味しかった、これから食後のカプチーノさ。満足そうで何より。でも立ち食いそば屋で大盛りかき揚げそばを食べてドトールでカプチーノってどうなの？近くの立ち食いそば屋さん、うちの会社の男性外人陣のお気に入りのお店の一つ。お店のおばちゃんが陽気で親切、ネギ大盛りが嬉しいポイントのようです。ドトールも大変お気に入り。以前社内でドトール派、エクセルシオール派、ベローチェ派で討論してました。日本は安くて美味しいコーヒーが飲めるお店がいっぱいあるからスタバいらないという結論に至っていました。彼らの何かが変な気がする。どうしてだろう、